どうも、佐久間一行です。楽屋だよりというわけで、今日は吉本幕張イオンモール劇場から、お送りしております。今日はパンロード、みんなが通ってきたパンの道です。はい、今回は、こちらです。でん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 、はい、5つに切ったロールケーキということですね。はい、これはですね、まあ、俺的にあんまり通ってこなかったんですけど、ちょっとロールケーキの話もしたいなと思ったんですよ。たまにロールケーキを丸ごと1本食べちゃいたいなみたいな日ってないですかね。どうなんでしょうか。ちょっと俺たまにあるんですけど、で食べきれないですよ、食べきれないんだけど、たまにこのもうこれ の、 ちょうど倍ぐらいのサイズ、なんかあれ買って全部食べちゃいたいっていう日があるんですよね。あるあるなのかな、どうなのかな。だからそう思うと結局あれ食べきれないんで、この大きさってめちゃくちゃ嬉しいんですよ。でしかもこれ5つに切ったっていうのがポイントで、なんか結局なんか3つぐらい食べたらもう十分なんだっていう時もあるし、これ最高です。でコンビニとかで売ってるプレミアムロールケーキもあるじゃないですか。あれも自分の中ではなんかあれじゃ足んないんですよね。なんかあれのもう一声欲しい。だからあれの倍のサイズが欲しい。まあそうなっちゃうとね、値段も上がっちゃうし、どっちかって言えばだから今売ってるサイズの方がより平均的に求められる大きさなんでしょうね。でもなんかこのなんか満足できない、2つ買ったらって思うかもしれないですが、そういうことじゃないんですよ。なんかこの一気にドゥーンっていうのが欲しいなっていう、厚み欲しいなって思っちゃうんだよな。どうでしょう。はい、だからほんとたまに大阪とか行って新幹線で帰ってくるときに、例えば堂島ロールとか、なんかあれさ、お土産用っていうか自分が帰りに新幹線の中で買うように食べたいんですけど、俺ら見てないだけかな。大きいサイズしかなくて、なんかハーフ、まあ、まさにもうこれの半分でいいから、なんか欲しいんだよな。そうすればなんかそれだけ買って食べて帰りたいとかあるんだよな。これはなんかいろいろありますよね。とにかく丸ごと1本食べたくなっちゃう日がある。どうでしょう。それでは早速こっち行きましょう。すいません、待たせてごめんよ。さあ改めまして、ふんわり美味しい5つに切ったロールケーキバニラ、はい、コーヒーもありました。コーヒーも美味しそうだったな、うん、あららららら、11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 
あのね、これはあんまり俺が通ってこなかった、もしかしたら買ったのは初かも、見たことはあったんですけど、とにかくロールケーキのことが伝えたくて今回は買ってしまったので、さあ、あーもう絶対うまい、あ、絶対にうまいです。それでは早速いただきましょう。はい、分かれてるのいいんだよな、すごくいいと思います。はい、いただきます。カメっぽい。うまい。これですよ、これ。あ、どうも、お願いします。あれ、いつもの方は、あ、確かに休みも大事ですもんね。はい。あ、俺時間的には、はい。まあ、ちょっとだいぶね、暗いですけど、全然大丈夫です。はい。あ、で、感想ですよね。なんかね、やっぱこう、ロールケーキの感じ、なんて言うんだろうな。こう、難しいんですけど、一言って言えば、美味しい？はい。そうです。あ、そうですね。まあ、いつも結構美味しいってなっちゃうかもしれない。はい。そうです。はい。まあ、何回聞かれても確かに美味しいってなっちゃうかもしれないです。はい。あ、じゃあもう十分ですか。わかりました。ありがとうございました。いっぱい食べたいよな。何なんだろう。二つ目ですね。余裕で食べちゃない、実は。そして、なんか小さい頃、こういう風にこう、なんかこうやって食べてましたよね。何なんだろう、あの遊び。ちゃんと食べたい。これ本当にいいと思う。俺は、3つが今ちょうどいいぐらいです。んで、あと1個食べたいなっていうぐらいです。んで、こう。で、お腹空いてる日は、さらに、いや、もう一個いっちゃおうかな、みたいなね。こう、一個さ、取っといてさ、忘れた時に、あ、一個あったって思うのも嬉しいんだよな。
あっという間にラスト1個です。これ早いなぁ、やっぱ食べちゃうなぁ、食べれちゃう。いや、そう、ドゥルル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 ルあ、最後に、このこれの意味ですか。あ、これは、あ、確かに結構ね、疑問に思ってる人もいると思うんで、実はこれはボリュームってよくハイジーのチャンネルに出た時にボリュームがある食べ物を見た時にボリュームっていうのを首回して言ってたんですけども、で自分でこの食べた後にこの無言でこうやってるのは美味しかったなってことをなんか表してるんですよ。なんかよくリモコンのボタンでポンって押したのと3秒長押しでは機能が違う時あるじゃないですか。その感じです。ボリュームって、ま、言って回してる時はボリュームで、無言で回してる時は美味しかったなってことを噛み締めてるだけなんですよ。だから、まあ、同じような感じで2つの機能みたいな、もう一回だけですから、リモコンのそのポンって押すか3秒長押しで、押したボタン、同じボタンを押しても違う機能っていう、そういう感じのことがまさに伝わればいいかなと思ってます。はい。